ンネルへようこそ。マサヤビンテージでございます。はい、今日はですね、浜松のナンバーで弾き語りにね、最高の一曲っていうのをね、やってみたいと思うんですけども、あの頃の僕という曲なんですけども、恥ずかしながらですね、浜松のこの弾き語りをしているライブテイクっていうのがあることを今日まで知りませんでして、コメントでさらっと書いてくださった方がいらっしゃってね、ここあるんかなと思って検索したらあってね、早速これ耳コピーしましたので、カバーしたいと思ってます。この曲ね、検索するとカバーされてる方も多いんですけど、一箇所抜けてるんですよ、コードが。みんな見てないけどね、ほど上に上がってきた3本ほどは聴いてみて、その歌詞だけ飛ばしてやってんのかなと思ったらやってないコードがあるんですよ。で、おそらくこれコード譜に載ってないからなのかな。耳コピする人は多分わかると思うんですけど、ただ何のコードを使ってるかわからないっていうところね、あるんですよね。ディミニッシュコードが一箇所入ってるんですよ。あ、これをね、弾いてない方が多いと思うんで、なのでこれからね、練習される方は参考にしていただければいいと思います。まあギターはほぼ完コピーになってるかと思うんですけども、だから歌の上手い人がこれをカバーしたらかっこいい浜松のカバーが出来上がるという寸法になってますんで、よろしくお願いします。行ってみましょう。分かったかなと思いますけどね、はい、ということでね、こういう浜松さんのね、弾き語りって私は大好きなんですけどもね、全部のテイクを知らないんですよね。なのでもしもこんな弾き語りやるよとかいうのをご存知の方はぜひコメントで教えていただけたら耳コピーさせていただきたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい、ということで、またチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。またお会いしましょう。